高校生 JK が出てくれて、そうですね、はい、すごい若かったんですまた今晩も東あれやん、ね、連続で連続で、はい、なんか東がやけに大人に見えるわ。あ、今日年取ったかもしれないですね、僕ね。おめえそれあの私に皮肉ってる。違います今日の特集はね、ヤングナイトということで、この後ねまた皆さんにはじっくりとお話をいただこうと思います。まずは、今週のコホップな風景からご覧いただきましょう。最初のお写真はこちら、どうぞ。はい、さあ、今月ねずっとコホップの桜特集をお送りしているんですが、まあ今日がね一応4月ラストの週ということで、これは長浜市木之本町の大戸にあります伊香具神社の桜ですね。開きました ね、 いや綺麗ですね。もう今満開、これ今日のあの写真だそうなんですけど、いろんなねあの八重桜種類がここはすごくたくさんあって、もう色もねカラフルでいろんな色があって、これがこうあの参道鳥居ねずっと入っていくところまでずっと並んですよ、両側。これもうライトアップとかもしてるの、藤田君どう？ね、うん、今日来る前に見てきましたけど、うん、多分雨で中止だったかな。あ、今日は今はね、うん、今日はね、はい、雨で中止ですけどね。ライトは下に置いてあります。あ、そっかそっかね、今週末あたりまでねまた見頃なんでライトアップされるかも。あ、すごい素敵ね、綺麗ですね、可憐でしょ。はい、ここの伊香具神社、先週もご紹介したんですけど、非常に鳥居にね特徴があるんで、かなり由緒ある神社なんで、またゴールデンウィークね、うん、今週末なんかぜひ行かれてみてください。伊香具神社の桜でした。さあ、そして続いてもお花ですね。続いては、お、ジミちゃん、これは、はい、これはですね、あの長浜のちょっと南の方の、まあ、多摩の近くの方なんですけども、うん、ちょっと湖岸のところにあの菜の花が咲いてまして、うんうん、で実はこの日あの日曜日だったと思うんですけども、もうピーカンのねすごいいい天気の時にちょっと撮ってきました。はい、気持ちいいね。もうこの日はもう全然雲一つなくて、うん、すごい気持ちよかったですね。で最近あのこう車で走ってるとですね、道路のこう両側に菜の花畑が結構あったりとか、そうね、そういうのがあってね、まあ、車ですとねあんまり気づかないんですけども、こう自転車とか歩いてたりすると、うん、菜の花のこういい匂いがしたりとかして、うん、菜の花っていい匂いする？いい匂いするもんね。本当？はい、すごくいい匂いします。あ、そう。はい。私あんまりいい匂いって記憶がないんだけどさ。ね？菜の花どっちかっていうと臭くない？いや、全然いい匂いする。あ、ほんま？これはあれだね、個人の見解はない。ぶつかりましたね。いいですよ、はい。ジミちゃん的にはいい匂いだね。あ、もういい匂い、すごくいいです。大好きなんです。はい。さあ、匂いといえばこんなのもね。はい、ちょっと香りのまた代表ですよね。続いてのお写真こちら、はい、これなんだか分かる、ちょっと聞いてみようか、はい、大学生に、はい、これ何でしょう、これ今これ花が咲いてるよね。いや、これもね、実がなりかけてます。あ、実がなりかけてる、はい、実がなりかけてます。ヒント、実を食べます。食べる、食べるんですか？食べる、結構ピリッとするね、はい、辛い、ハーブ系ですね、これ。ハーブ系よね、ハーブ。あ、誰かイバクいた。山椒、山椒、はい、山椒です。正解。もうね、1ヶ月後ぐらいに結構大きな実になってもう取れるような時期になるんですけども、うん、まだちょっとこれあのこれうちの実家の木の山椒なんですけど、へー、はい、あれあの山椒もね、あの実がなる木と実のならない木があるので。あ、そうなんだ、まあ、全部が全部実がなるんじゃないんですか、ね、あ、そうなんだ、はい、で実山椒とかね言うのね、はい、でもあの普通は葉をねこうちょっとパンと叩いてね、なんか皮、ね、あの彩りに添えたりするけどね、はい、ちょうど今あの芽吹いてきた感じで、あ、いいですね、香りのね、ちょうどいい感じですね、うん、さあそして、はい、同じくねちょっと4月から5月やっぱりコホップはこれですよね、はい、ちょうどね今田んぼがそろそろ賑やかになる季節になりまして、うん、今だいぶあの湖北あたりではこう水を張ってる景色がたくさんありまして、うんうんうん、そうだね、でね、まだねあの田植えを吸ってるところはさすがにあんまりないんですけども、うん、まあ、これもあの長浜バイオ大学のすぐ近くの田んぼなんですけどね、うんうんうん、ちょうどこれもしてるんですか、田植え。もうね、あのここねもう2週間ぐらい前にこう田があの苗が植えてまして、ね、一番早いです多分、はい、うんうん、でちょうどこの裏あの奥の方でこうで快速電車を走ってるのがちょっと見えますか。いいアングルじゃないですか。本当はね、鉄道を入れるっていう、あの SL が走ってると一番いいんですよ ね、はい、SL ちょっとまた5月の、ね、中旬にね走りま す、ね、はい、はい、そっか、もうゴールデンウィークはこう田植え作業、そうですね、ちょうどこの月末から連休明けぐらいにかけて、うん、この湖北地方では、うん、
田植えが盛りになりますね。ですね。さあそしてそんなゴールデンウィークとが近づいてきて、はい、最後の一枚こちらですね。はい、気持ちよさそう。ね、これも毎年あのこれ加納の保育園のところで、うん、大きな鯉のぼりがあの建てられてるんですけども毎年ここで、うん、あの写真を撮ってるんですかね。はい、なんかこれが来るこれ見るとやっぱゴールデンウィークが近づいたなって気がするね。ですよね。はい、うん、ちなみにこの鯉のぼりの数え方って知ってます？数え方、うん、例えばほら、本だったら1冊2冊車だったら1台2台って数えるじゃない。で鯉のぼりってね数え方があるんだって。へえ、知ってる？いや知らないですね。知らない？私も今知ってたんだけどど忘れした他の数え方と同じなんですか？いやちょっと違う、ちょっと変わってたんですよ。変わってる、はい、あの番組終わるまでにもう一回調べてください気になる気になるわ。え、知らない？人さおとか。あ、近いかもしれない。さおね、さお、さお、それかハリか。一匹二匹じゃない、ね、ああちょっとありふれてますよね。そうだね、はい、調べてここであの質問するぐらいのちょっとこう意外さがあると思います、うん、あ、めぐちゃんが 今調べました。調べた。あ、ちょっとこっち来て顔出して顔出して。さあ、鯉のぼりの数え方めぐちゃん調べてくれたよ。はい、答えは一匹二匹とかもしくは一本二本って数える。普通やんあれ数える場合は引き、吹き流しも含めてはためく様子を数える場合は本というらしいです。すいません、普通でした、ね、状況によって数え方が変わるっていう。いや、もっとすごくね、変わった数え方があったような気がする。あの、鯉のぼりの要はあの、あれ全体そのものね。絶対もう一回ちゃんとして、あ、何そのあれじゃなくて、あの、うん、あれ全部固めてるんじゃなくて全体。全体。まあ、あの、はい。一群れ。調べます。ということで、物理が竜、竜。あ、竜。正しくは竜。ほら、そうなんです。あとであの漢字でエンディングでじゃあその漢字をちゃんとね。はい、ありがとうめぐちゃん。ということで幸福な風景のコーナーでした。さあここからねいよいよね。もうフレッシュな顔ぶれがね、はい、揃ってます、はい、今週の特集ヤングナイトではここからはねヤングナイトチームにお預けしようと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ続いてはヤングナイトボリューム9、フレッシャーズキャンプ特集。今回のヤングナイトは、長浜バイオ大学の名工祭実行委員会が務めさせていただきます。名工祭っていうのは長浜バイオ大学で10月21日22日に開催される、学園祭のことでそれに関する運営準備の方を僕らでやっていくっていう風になります。早速ですが、メンバーの自己紹介をさせていただきたいと思います。まずは今回初の MC をやらせていただきます2回生のバイオサイエンス学科の、伊庭幸喜です。何回か放送にお邪魔させてもらってます。今回ちょっと初の MC なんでちょっと緊張してるんですけど、うまく楽しめるように回していきたいと思います。やったるで。おーやじゃあ隣の、はい、バイオサイエンス学科2回生の門谷あかりです。一応副院長をやってるのでまた何回かお邪魔させてもらおうと思ってます。みんなには一応門谷って呼ばれてるんでね？ね？何の確認やねん。それ以外にないやろ。多分。なんでお願いします。はい、よろしく。同じく長浜バイオさん。え？いや、落ち着いてます。すみません。バイオサイエンス学科の 2回生の吉村光太です。ちょっと人前で話すのが苦手なんで今日は頑張ります。よろしくお願いします。元気ないよ、ちょっと元気出せよ。申し訳ないけど。じゃあ後ろ、はい、お願いします。大丈夫かな。アニマルバイオサイエンス学科2回生の小沢亮太です。最近できていないんですが趣味は料理です。また近々やりたいです。お願いします。お小沢君もうちょい笑顔、はい、もうちょい笑顔でちょっとね全体的にこわばってる感じがね。はい、肩の力抜いていこう。はい、はい、次はい、はい、どうぞ。バイオサイエンス学科2回生の湯浅達弘です。
名高祭実行委員では、今年から企画部の部署長をやらさせていただくことになったのでよろしくお願いしたいです。お願いします。じゃあ1回生で飛び入り参加ですけど来てもらいました、どうぞ。バイオサイエンス学科松浦、1回生の松浦拓也です。大学生活結構エンジョイしてて早っ、もう2週間やけどめっちゃ楽しんでますね。あやって呼んでください、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ隣のどうぞ。バイオサイエンス学科の、1回生の島尾海斗です。趣味はまあ旅行とかまあちょっとしたいとかしてます。今行きたいとこは、彦根城と、彦根城、まあ硬いな。まあ、あと敦賀のとか、あの日本海の方にちょっと行ってみたいなという感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてはい、あお久しぶりです。まあ普段はいつも向こうの席にいるんですが今日はこっちということで、はい、あのバイオサイエンス学科4回生のヤングライドチームリーダー東田です。まあ、あの後輩とメインでやるのは初めてなんで、ちょっと僕自身も負けないように放送盛り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで全員の自己紹介が終わったところで、名高祭としての、最近の活動の報告をしていきたいと思います。最近は、フレッシャーズキャンプっていう、あの1年生1回生が、まあ、いろんな1回生と喋、り合って、話し合って、あとはいろんな活動をして、スムーズに大学生活を送れるようにっていうことで企画されているフレッシャーズキャンプに、インタビューとかあとは引率とかで参加しに行ったりしました。でその次には、新入生歓迎の意味を含めたバーベキューを開いたり、でその次でその次は、引き山祭りに夕渡り、また本日の山引きとかに参加させてもらいました。で、今回は、先に引き山祭りの、VTR あるので、先にご覧いただきたいと思います。では VTR どうぞどうぞどうぞ、 どうぞ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、よいしょ。
はい、ということで、今の映像は、こっちにいる吉村さんが、撮影を担当してもらいました。撮影しててどんな感じやった？あ、そうですね、やっぱり、文化ユネスコ無形文化遺産登録ということで、すごく迫力があって、すごいなと思っていました、人多かったよね。多かったですね。やっぱり実際弾いてても、もうやっぱりそういうもうむっちゃ多いなっていうのは、そうですね、毎回弾く時とかに最終号の時間とか言われるんですけど、やっぱりお客さんというか観光客の方々本当に多くて、ちょっと通るのも大変やったりとか、あとは、引き山弾いてる時にもちょっとお声かけして寄ってもらったりとかあったんで、結構大変でしたね。まあ活気もあって楽しかったんですけど、はい、実際1回戦もね、はい、俺も聞いてましたよ、俺いろいろやってましたからね。なんか先輩が鼻血出してて、もうちょっと熱入っちゃってね本当にそんなやつも見たいんや鼻血出しているやつもおれば、カメラ目線のやつもいるし、後半の2人が、はい、後半の先輩のよくしてる、そう、そう、はい、弾きながらもよ、はい、こう余裕がある感じが、また山引きとかやってどんな感じやった？結構いろいろあったと思うけど、その人が多いんでやっぱりと、なんですかね、自然と頑張れるっていうか、あ自然と自然ただ元々やる気ないみたいなそういうわけじゃないんですけどいや結構声出せたかなって自分では、ね、一番でかかった、大丈夫、そう、ブラディガールもちゃんと声映ってたしね。で、ザワシはどうやった？あ、俺は元の方とかボランティアの方と一緒にやったんですけど、やっぱ、その方のやっぱ熱気とかもすごかったりで、やっぱ見てる人の熱も伝わってきて、ああ、なるほどね、自然とやる気が出てきましたそれ使っていくんか早速黒さが出てるんでしょ。そうですね、ちょっと癖のあるメンバーなんで、そうそう、はい、抑えていった方がね、はい、ちょっとね、これからも長く映るんでね、はい、ということで、以上が引き山祭りの活動報告でした。続きましては、ヤングナイトのタイトルでもあるんですけど、フレッシャーズキャンプの、ことについてお伝えしたいと思います。フレッシャーズキャンプの説明は先ほどもやらせてもらったんですけど、1回生が、同じ活動を通じて、何でしょう、その1回、大学生活を最初からスムーズに、進められるようにということで、開かれている、入学したらすぐに参加するような、学校行事になってて、でその時の、手伝いとか、あとは引率とかを担当させてもらいました。それで、新入生のインタビューの方を、僕らでやらせてもらったんで、VTR の方を、お見せしたいと思います。それでは VTR どうぞ。どうぞ。どうぞ。では早速インタビューの方を始めさせていただきたいと思います、はい、では西学長、はい、今年の新入生の雰囲気はどういうような感じですかね。まあ少しおとなしいような気はしますけれども、ただ真剣さは伝わってきますね。真剣、はい、あまり寝る人もいないまあ非常に意欲が近い、意欲がなんかやってやろうっていう気持ちはあるような気がしますが、まだ若干シャイなところが全体的に多いかなとは思いますけど、はいはい、そうですね、新入生に頑張ってほしいことなどもありますか？大学においてどうしてもやらなきゃいけないのは何かというと、大学というのは今まで高校と違って、高校は答えを教えてもらうところが高校だったんですけども、大学は答えを見つける術を学ぶというのが大学なんです。インタビューを始めたいと思います。まずは名前と学部と出身地を教えてください。名前は野田夏樹です。学部はバイオサイエンスで、出身地は愛知県です。はい、西野真理です。バイオサイエンス学科で、京都府出身です。今回のお食事会の感想とかありましたらちょっとお願いします。いろんな、なんか話が聞けてよかったかなと思います。いろんなサークルとか、なんていうの、団体の話聞けたし、料理も美味しかったし、
良かったです。じゃあ最後に、この大学に入ってやりたいことがあれば、なんか教えて一言お願いします。やりたいことは、実験がたくさんできるので、実験をいっぱいやりたいです。受験もしたいんですけど、北米に行きたいです。それではインタビューしてみたいと思います。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。まず、学科と名前をお願いいたします。アニマルバイオサイエンス学科の伊坂太一と申します。アニマルバイオサイエンス、はい、僕はバイオサイエンスなんですけど、なんでアニマルバイオサイエンスに入ろうと思ったんですか？昔からその動物が好きで、はい、でここの学科に入ろうと思って入りましたね。いいことですね、はい、素晴らしい目標だと思います。ありがとうございます。出身地はどこですか？出身地は兵庫県の淡路島と。ってことは下宿ですかね？下宿ですね。どうですか、下宿してもう1週間ぐらいかな？そうですね、1週間経ってますね。なんかこういうとこが困ってるとかなんかありますか？洗濯がめんどくさい。まあこの前新入生歓迎会とかあったと思うんですけども、ね、なんか興味があったサークルとかありましたか？今興味があるのはバドミントンサークルですね。僕もバドミントンサークル一応入ってるんで、またちょっと見てもらって。わかりました。よければ入ってもらったら嬉しいかな。また見に行きます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、大学でのしたいこととか目標とかあればカメラに向かって教えてください。この学校で食品衛生について学んでいければ、うん、まあいいかなと思っております。具体的な目標いいですね。いろんな授業があるので、ぜひいろんなことを学んで、はい、つなげてもらえばいいかなと思います。ではインタビュー始めていきたいと思います。ですね、じゃあまず学科と名前と出身地を教えてもらっていいですか？はい、バイオサイエンス学科の木田和沙クリスティンです。出身地は滋賀です。ということはハーフの方ですか？はい、そうです。あ、そうなんですね。はい、ちなみにどことどこのハーフの方ですか？主にペルーと日本が入ってて、まだイギリスとイタリアも入ってます。そうなんですか？いろいろ。こんなこと聞くのはやばかもしれませんが、はい、なんか他の言葉喋れたりもするんですかね？ノーです。あ、ノーです。日本語です。日本語オンリーです。オッケーです、はい、じゃあ次お願いします。はい、学科と名前と。バイオサイエンス学科、熊沢和葉です。京都出身です。じゃあ通いってことですね。通いで、はい、2時間ぐらいかけて。2時間ぐらいかけて、なかなか遠いですね。で、興味のあるサークルとかあったりしますか？テニス部かダンス部に入りたいなって思ってます。ちなみに名校祭とかどうですか？あんまり、あんまり考えてないです。正直者で。どうですか、入りたいサークルとか？まだ考え中なんですけど、そういうなんかを企画することは好きなんで、ちょっと興味あります。ぜひぜひ。まあ女の子少ないんで歓迎してます。じゃあ最後に大学生活でやりたいこと。まあ、将来の夢のために創薬関係の勉強に力を入れたいと思っています。どうですか？私は、まだやりたいことが決まってないので、見つけながら、あと友達いっぱい作っていきたいと思ってます。じゃあこれでインタビュー終わりたいと思います。さあ、ということで、はい、動画ということでね、今年もね、いろんなキャラいましたね。たまに。そうですね。動画で待って、なんとかなるっていう。東谷さん担当してましたね。来てながら、こう、そう、俺が担当した子が、最後は真面目なコメントだったという、ギャップがあると、そこが面白かったかなと思います。まあ、フレッシャーズキャンプの、インタビューは今年で3回目で、まあ、過去2回は僕らの学年がやってたんですけども、今回から、代替わりということで、後輩に、託してやってもらったんですけども、まあその中でも多賀さんと僕でちょっとドッキリを考えまして、彼らインタビューとかしてくれたんですけど、終わった後に僕らがインタビューをちょっと したんで、その動画を多賀さんに作ってもらったので、その動画3分ぐらいあるので、そちらもご覧になってもらえればいいかなと思います。じゃあ VTR どうぞ。今日の担当は、今日私は、アポ取りに回ってて、はい、すごいシャイな子がいたりして、すごい可愛かったです。いろんなキャラいたもんね。はい、すごい濃かったです。はい、
お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとなんかカメラ前緊張してる感じなんやけど。あ、はい、もうすごく緊張しております。今日は何の担当で？あ、今日はカメラをやらせていただきました。どう？だいぶちょっと初めてということで。あ、そうなんです。ちょっと最初の方はもう本当にもうこれ使えないじゃないかなと思ったんですけどスタジオ広告のあのタカさんにちょっと教えていただいたので少し良いものができたのかなと思っておりますどうですか、またカメラやりたいとか思いました？あ、はい、来年頑張ってまたさらにスキルをアップをはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどういう役割で？今日は1年生に直接インタビューさせていただく役割をしました。なんかこうした方が良かったなとか、ちょっと名前をちゃんと覚えないといけなかったな、それが本当に今日一番反省ですかね。来年もやりたいと思います？そうですね、結構まあやっぱりやる前は不安が多かったんですけど、やってみたら楽しかったんで、また来年も、まあ、インタビューできたらいいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。直美ちゃん今日は何の役を？今日は初期とグループリーダーをやらせていただきます。初期っていうのを名前を聞くのがその先に聞いておくべきだな、後から聞くともたもたしちゃうから先に聞いておくべきだなって途中で決めた。あとはグループリーダーがそのアポに行く人にどの部屋に行ってもらったり、でその間にみんなにインタビューをしてもらったりっていうのをちょっと指示をする形になったんですけど、でもなんか自分がまとめてる感じですごく楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様です。今までとちょっと違うキャラの人間がインタビューということで違いますかね。違うよね、ちょっとね。僕はまあ照明やったんですけど、まあ正直照明、まあ、どこから照らしてもまあ一緒じゃないかという印象がたまにあったんですけど、やってみて、あ、やっぱところどころで違うところはあるんだなって、その照明のちょっと難しさをちょっと知りましたね。そしてこう新入生の印象とかってどんな感じでした？そうですね、やっぱりこう独特な子が多かったですよね。なんかもうお前マジかよっていう的な人がたくさんいましたはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどういう役割を？今日は直接新入生にインタビューさせていただくという形で入らせていただきました。僕が緊張するんで1回生も緊張しちゃってって感じで悪いことしたなみたいな。こういうとこをもうちょいこうした方が良かったなとか、なんかこう改善点とかあったら教えてください。新入生に対してもうちょっと何ですかね、あのアドリブが効くようにまあ、アドリブって一番難しいからね。今回委員長が中心に仕切ったということで、どうですか今回のインタビュー？いやー、そうですね、あの初めての試みだったんで、あのいろいろと、まあ、トラブルもありましたけど、なんかまず最初にあの去年もフレッシャーズキャンプ参加してたっていうのもあって、どこか、懐かしさを感じましたけど、まず、まあ、気になるのはあの新しい学長、蔡学長のインタビューだと思うんですけど、その辺はどう思いますか？そうですね、まあ、こうして面と向かって、学長と話す機会もそれないっていうのもあるんですけど、お忙しい中よく来ていただいたなと思いますし、今年から学長を、務められるということで、いろいろな意気込みも聞けたので、個人的には満足です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、はい、このインタビューの中でも結構あのみんなにその名工さん今後とかいろいろ語ってもらったんですけど、それは後々みんなにちょっとまた聞いていこうかなと思います、うん、まあ先ほどの動画の最後のインタビューでもあったんですけど、やっぱり名工祭実行にこの今未開生が15人ぐらいかな。あ、はい、結構多くて、で今年も、今のところ説明会19名と結構大きな団体になろうとしてるところなんで、すごい今年も期待できるなっていうのは僕もフレッシャーズキャンプでもそうですし、今のこの放送の動画見ても思いましたね。まあその中で今回のフレッシャーズキャンプの写真、活動のその状況の写真を10枚ほど用意してきたので、そちらを交えながらね振り返っていきたいなと思います。じゃあまず1枚目お願いします。はい、これは伊庭君、これは何の写真ですか？そうですね、さっきも言ってたんですけど、新入生歓迎の意味を含めてのバーベキューです。バーベキューむっちゃ多かったね。多かったですね。当初のところ、まあ、来ても10人行くか行かないぐらいだろうなってちょっと思ってたんですけど、で当日も雨やったんで、でもところがどっこいちょっと30人ぐらいしちゃって、そうなんですよね、10名予想してたのが3倍来るっていう、いい意味で期待を裏切ってくれた、はい、買い出し3回ぐらい行ったよね。いやー本当に肉足らんっつってこれがね、
もう夜近くの集合写真とか、はい、そうですね、最後の方、ね、まあ何人かを写ってる、うん、風も写ってるんで、なんか中もひょっこりと美味しそうに美味しかったです。これがバーベキューの写真ですね。じゃあ続いてお願いします。これはフレッシャーズキャンプの、1日目会食の写真です。まあ、あの毎年こんな感じで、はい、あのやってます。あのなかなかそのグルやっぱ今年僕もあの今年2年ぶりに会食に参加したんですけど、あのちょっと1回戦おとなしいなっていうのは今年ちょっと印象的にはありました。どうですか他の皆さんは会食、ね、みんな出たんですけど、うん、もうちょい暴れた方が良かったっす。別にいけるよ、まあ、暴れられてもちょっとこっちが反応に困るっていうのはあるけど、まあ1回戦みんな使えてたかな、うん、結構歩いてたっていうのもあるんちゃうかな。説明のあったやからあれ眠いね。どう小沢くんとかは、あ自分のところはさっきのなんとかなるって DS の彼はい、まあ、なんかもう彼は、まあ、話してみるとあ普通の子だなって思って真面目やからな。なんかどんどん話していくとなんかあやっぱり普通の子来ないなっていうのが変わった子が多いなっていう、まあ、まあ、バイオ大学に普通の人はまずいないっていう、うん、はい、まあなんとかならはい、じゃあ続いてのお写真お願いします。はい、これはあの今年4月からあの新しく学長になった宮学長からまた新しい学長、蔡先生があの学長になりまして、そのインタビューを撮っているところです。どうでしたイバッチインタビュー。そうですね、あのお忙しい中ではあったんですけれども、あの今年やりたいこととか大学の方針であるとか、まあ、先ほどもあったように、ユネスコに登録された曳山祭りでの、まあ、参加の方とかいろいろお伺いできたんですけど、本当にあの学生のことをを第一に思ってくれてはるなというのを思いましたし、はい、本当にあの貴重な機会やったと思います。なんか全然フレッシャーズキャンプの取材の前も、僕らが去年やったインタビューの動画とかを見せたんですけど、うん、やっぱり宮学長と蔡学長は全然タイプが違うなっていうのが、うん、そうですね、すごく印象的で、はい、でもやっぱり方向性としては一個なんだろうなっていうのがすごい、うん、そうですよね、はい、インタビューの中でも印象に残ったかなと思います。はい、じゃあ続いての写真お願いします。はい、これ実際インタビューしてる時の写真です。ヨシがカメラ前やったけどどうでした？あ、はい、先ほど、まあ、動画でもちょっと言ったんですけどちょっとやっぱりあまりうまくできなかったなって思ったんですけど、まあ、その後のあの曳山祭りでまたカメラ撮らせてもらった時はちょっと上手くなっていたと思って、ちがじさん、まあブレも少なかったしな、うん、大のおかげなんですか？あ、たぶんケイビさんが言うな言うなっつって、まあ、最初はみんなあのもっとひどかったそうですね、僕らもねあの教えてもらいながらの1年目2年目だったんで、はい、今回もまあ、 あのいい映像は撮れたんじゃないかなと思います、うん、まあ、来年もやってほしいなってとこあるんですけど、まあ、カメラ難しかったよね、はい、初めてね、難しかったです。で姫はインタビューということで、そうですね、もうちょっと今放送この今日の放送でも顔死んでるけど大丈夫もうちょい元気よく、いや僕いつもこんなもんですけどね。あ、こんなもんだ。日頃からインタビューしてみて、インタビューしてみて、そうですね、やっぱり僕が緊張しちゃうんで、まあ、東田さんに怒られたり。怒られてないわ怒ってねえわ怒るときついもんな。そうなんですよね多分今こうやりとり見ての通り、僕はもう先輩と思われてないんで先輩ですよ、大丈夫ですよ。同じ2回生の人が集まってまあ難しかったよね。難しかったです、ね、ちょっと来年もね、ぜひインタビューとして、まあ、うん、まあまあ、機会があれば挑戦したい。機会作ってあげるよ、大丈夫そこは考えてみましょう。じゃあ、はい、次のお写真お願いします。はい、これは結構ね、これはもう一チームが揃って、ね、映像を撮ってるところですね。そうですね、まあ、イバッチはカメラマンってことで、まあ、はい、インタビューもやってカメラもやってっていう感じですけど、
どうでした？そうですね、あのカメラは魅力紹介の時にも担当させてもらってたんですけど、やっぱりその話し手の人に注目するタイミングとかがちょっとつかみにくかったなと思います、うん、で学長のインタビューの時とかはあの本当にちょっとこわばってたんですけどあの何でしょう、ちゃんと、まあ、伝えたいことを、どうやって回していったらいいかなっていうのを考えながらやらせてもらいました。そうな、こういうの聞きたかったとか言ってたもんね、はい、終わった後にまだそれぜひ来年聞いてもらって、はい、そうですね、改善点ですね、はい、はい、で、カドリアンちょっと写ってたよね、さっきの写真に若干若干若干何の担当で部屋に突撃、1年生が泊まってる部屋に突撃してちょっとインタビュー出てくれへんっていうアポ取りをしてたんですけど、なんかシャイな子が多くて逃げられてっていう追いかけをずっとしましたどうですか1年生の印象というか。いやまだ多分慣れてないからやと思うんですけど、結構ほんまになんかもう無理無理みたいな、すごいでもなんだかんだでまあ社内出たろうみたいな優しい子もいたんで助かりました。社内出たろうって口悪いなちょっとまあ無理やりとかね、まあまあまあそれも一部はあったけど、うん、まあみんな優しさで出てくれましたまあまああの毎年こんな感じなんで、ね、はい、中はちょっと強引なところもあると思うんですけども、はい、じゃあ続いてのお写真お願いします。これ実際ねインタビュー、はい、してる時の写真ですね。はい、あの後ろにこう荷物持ちなのかなって写ってるんです。業者の人存在感ですじゃあ続いての写真お願いします。はい、これはね照明と、うん、カメラと、はい、あの見学、見学って休憩中みたいな男子の貫禄のありすぎやまあこんな感じであの撮影を、まあ、あのフレッシャーズギャンブル、その長浜ロイヤルホテル の, その廊下であの取材をしてたので、あのちょっと壁に寄り添いながらなんですけど、そういう感じで撮ってました。で続いてお願いします。これあの最後 の, あのドッキリの時の取材の写真ということで、やられたな、これは反則ですよ僕は成功しないかなと思ってたんですけど、あの思った以上にみんな写真を撮ると思い込んで、うん、すんなり並んでくれたんで、あまんまとハマりよったなと思いましたね、うん、でこう僕がいきなり喋り始めたらみんなびっくりして、インタビューするからって言ったら、とか言って、いや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 とかこう、ね、気分がもう完全に終わった気分やったのに、うん、なんか急にやるでとか言われて、まあ、これがスタジオ広告みたいな感じなんで、はい、覚えておきますこういうところもあるということで、はい、まあ、実際ね、インタビューしていろいろ語ってもらったと思うんですけど、こう今年1年でこう、こういうことやり、その名古屋実行委員としてこういうことやりたいなっていうのがあれば、なんか1人ずつ2回生で教えてもらったら。あ、じゃあ僕から、はいはい、僕委員長やらせてもらってるんですけど、今までの名工祭っていうとどっちかっていうと学生がこれをやりたいからやろうっていう意味もがちょっと強かったと思うので、どっちかっていうと来場していただく方々、長浜の方々が中心だと思うんですけど、そのような方に、ちゃんと、まあ、楽しんでいただけるように何か還元できたらとかお返しできたらいいなっていう意味合いも含めて企画運営の方をさせていただきたいかなと思うんで、これから頑張っていきたいと思います。はい、いいと思います。ちょっとね、真面目にね、はい、ここは真面目に、真面目に、はい、後ろが何とかしてくれる無茶ぶり定番ですね、無茶ぶり。はい、じゃあ門山は。私も一応副委員長としてやらせてもらってるんですけど、去年のはかなりの方が来てくれたんで、今年も来場客数を増やしていきたいなって思うのと、ちょっと委員長と言ったこととはまあずれるんですけど、ちょっと私の思いなんで、ちょっと私らもめっちゃ楽しんでたらお客さんも楽しんでくれると思うんで、もう私らもはっちゃけながらちょっとお客さんもちょっと笑顔にさせたいなと私は思ってます、委員長はい、以上です。本当にこの上2人がねすごいしっかりしてるんですね、今の実行委員っていうのは、うん、まあその中で他のメンバーもついていくっていうスタイルはね、すごい素晴らしい団体かなというのは思いますね。ありがとうございます
じゃあちょっと今日緊張気味のヨッシーは、なんか今年やりたいことあれば。あ、そうですね、できればな長浜バイオ大学の学園祭に来てくれた時に、あ、ここ来て楽しかったなって思えるような企画を考えたいと思っています。なんかそういう企画っていうのは今、今は考えてないんですけど、これからと、またこれから頑張って考えたいと思います。もうぜひ楽しい企画作ってもらってね、あのたのもう盛り上げてください。お願いします。じゃあ後ろ見て、おとなしい小沢くん、はい、言おうと思ったことは全部言われてしまったんですけど、まあそのまあ去年の良かったことをまあ残してまた改良みたいな感じでより良くしていきたいなっていうのと、まあそのメインステージ以外のイベントでもその最初から最後まで楽しんでもらえたらなというふうに思っています。ぜひね、作り上げて頑張ってくださいね。はい、よろしく。じゃあどうぞ。はい。くらい。そうですね。まあ僕がその企画部署長をやらさせてもらってるんですけど、ちょっと先代があまりにもすごかったので、先代がね、どうやってあの学園祭を超えれるかというなかなか難しい難題を投げつけられまして勝手に思ってるんですけど。なんかさっきから人のせいにしてること多くない？なんかそうですか。ちょっと終わった後反省会とか。あ、これは怒られる、怒られる怖いやつ。あかんやつ、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、お願いします。お願いします。早めに行ってて、マジで。まあ、せっかくあの1回戦も来てもらってるんで、やっぱり実行委員でどういうことをしたいとか、なんで実行委員入ったのかっていうのをちょっと知りたいなっていうのを、邪魔するなっていうか、まあ体験してないけどね、うん、ね、俺普通に引き山行くって言われた時に行くっつって俺と1年生もう1人だけなんですけど、あの他ほとんど参加させてもらって、はちゃめちゃにほんま楽しそうやったもんな。それがきっかけでちょっと入ろうかなと。入ろうかなと。今年なんか1年でちょっと、まあ、まだ気が早いと思うんですけど、まあ、こんなことやりたいなとか、まあめちゃくちゃにやりたいですね。めちゃくちゃにやりたい。ちょっと危険な匂いがします。はい、今さん止めてくれる、まあ、そこは伊庭くんの手腕にあのかかるということで、はい、まあ、楽しく活動してください、ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ何かありますか。なんでここに入ったかっていうと、まあ、その去年にそのオープンキャンパスがあって、うん、その時にその名高祭とかかぶってたんですよ。それで一回その、うん、ぐるっとまあ見て、あ、楽しそうやなっていうので、うん、その、まあ、この、まあ、実行委員会にまあ入部希望したっていうところですね。はい、多分委員長むっちゃ今嬉しい。あの、よくぞ言って。いや、今の言わせてやらせじゃない。結構それは実際目の前にしてっていう感じだから大きいよね。うん、それはね、はい、なんか実行委員でなんかこういうのやりたいとかあります？なんか。まあ。考え中かな。ちょっと、はい。まあなんかあのやりたいこと見つけてもらって楽しんでもらえばいいかなと思います。はい、ありがとうございます。まああの今の大学の活動っていう、結構その名高祭実行委員も結構その学祭も結構力をあの大学も入れて、今ここ数年入れてきて、で彼らもこういろいろ地域で目立ったりもしてるんで、まああの町屋プロジェクトとかいろいろその琵琶湖研究部とかいろんな活動あるんですけど、まああの名高祭実行委員とかもあの注目してもらえればいいかなと思います。うん、まあ最後の今上がってる集合写真なんですけど、まあその中にあのさっきあの岩崎が言ってたあのボスがね、あのボス右の一番下の右から2番目かな、うん、彼あの中田くんが去年は企画部署長でやってたんで、まあ多分彼のね、出来の良さがすごくて、多分今年プレッシャーになると思うんですけど、まあ頑張ってもらいたいなと思います。まあじゃあ最後になんかこう、あの、まとめをちょっと、宇馬くんから。ああ、まとめですか。はい、あの、プレキャンに関するまとめを。プレキャンに関する。はい、今回、まあ、新入生インタビューとか、学長のインタビューのお話いただいたんですけど、こうやってお話いただいた
ことも踏まえて考えると、あの去年とかは僕らは本当にフレッシャーズキャンプに、の受けてっていうか参加して本当に右往左往してる時期だったんですけど、あのこうして1年経ってあの新入生に、上の改正として関わるようになって、あの本当になんか感慨深いものがあるなとか、あの時はこういう初々しさだったのかなとか、いろいろ思うところもあるんですけど、また、こういういい機会もいただいたので、また、今年だけでは終わらずに来年もやっていきたいなと考えてます。でその、報告もまたヤングナイトとかそういう場でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、素晴らしい講座ありがとうございます。まあ、あのフレキャン の, あの特集はここまでなんですけど、まあ、彼ら今回メイン初めてということで、あのこの企画、あのこの打ち合わせをやっていく段階で、あのケイミンさんからあの、はい、結構お願いをもらいまして、あの長浜に来て1年住んでみてどうかとか、こう思い出に残るような写真を1枚、あの2回生のみんなはあの1枚選んで用意してきてもらったので、それをちょっとね、あの発表していただきたいなと思います。いいですね、はい、はい、じゃあ誰からいきましょうか。じゃあ流れ的にはい、じゃあ僕の写真からお願いします。はい、これは去年、今年かな、今年の1月ぐらいに雪が降ったんですけど、この日はジノサケフェスタっていう、あの大学の、はい、なんかキャリア科目とかでよくあるジノサケフェスタの当日に、はい、どさっと雪が降って、まあ、自転車が使えなくなって困ったっていう写真なんですけど、あのここの町屋キャンパスで撮った写真で、もう後ろの方の、木とかがもうあっという間に真っ白になっちゃって、本当に僕奈良出身なんですけど、全然雪がまあ、降るっていうことも、もう珍しいので本当に新鮮に感じましたね。で交通の便もまあちょっと不便だなと思ったんですけど、はい、普通の靴じゃ歩けんかったくない、めっちゃ、うん、膝ぐらいまでな。今年は特に雪積もりましたね。そうだね、降ったね。まああのまたあの次のシーズンにはあのぜひ雪かき、かき雪どけって言うんだけどこれもぜひ経験してみてください。もう雪かけ、僕も今年バイトで経験したんですよね。あ、もうすごい、そう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 、ね、もうすごかったです今年は。普通になってまいそう。まあそれはもう含めての幸福暮らしだから、ね、そうですね、はい、はい、じゃあ次は誰かな、誰、はい、じゃあもうじゃあ僕が、はい、うん、これはもうさっきの、そうですね、さっきのフレッシャーズキャンプのやつなんですけれども、まあその僕たちが今年からメインになって、で結構大きいイベントでは初めてやんな、宇田さん、うん、同意をですね、はい、はい、そうですね、そうですね、でそれでまあ結構印象深かったなっていうのがあって、うん、まあ初めての経験なんで、どれだけうまくできたかなみたいなそういうのがあったり、あ、ね、初めての経験もあったよね。スタコホに関わる、ガッツリ関わるっていう経験でも初めてやもんね。そうですね、そうですね、で全員が初めてあの一緒の企画で参加させてもらったんで、うんうん、でもさっきの本当フレッシャーズキャンプ の, あの取材が面白かったし、すごくあの動画もうまかったよみんな、うん、よしよしだけ、まあ、よかったよ、もうあだ名呼んでもらえるそれはもう成長やね、もう、はい、よかったです。まあ、来年もやってもらいたいですね。そうだね、はい、はい、またあの来年の前にもっともっといろんな長浜を、だから自分のそのほら大学の周りも含めてさ、いろんな街のなんか気になる風景なんかもガンガン動画で撮ったら面白いと思うよ、うん、そうですね、それをヤングナイトで発表してもらってお待ちして、はい、カメラマン、はい、じゃあ続いて誰行きましょう、うん、じゃあ次はじゃあ俺、ね、じゃあ小沢くんの写真お願いします。はい、これは懐かしいなー、これ、文化祭終わった後の文化祭バクター文化祭終わった後のはい、はい、そうですね、あの学祭終わって、ね、はい、後 の, あのみんなでちょっと集合写真を撮ろうかな、うん、これ企画での写真、そうですね、そうですね、撮ってる写真を撮ってる写真でまあ、あの今年名工祭の実行委員は、まあ、実行委員企画が全員コスプレしたのと、コスプレ以外また間違えた企画以外もコスプレしたり、あと名工じゃない人もしたりして、結構文化祭中も
あ、また名工祭注文緊張がちょっとね。名工祭注文まあ賑やかだったのと、終わった後も結構ワイ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 写真撮ったりしたんで、それが一応思い出に残ってたんで、やっぱりキャンパスライフが一番思い出かな、はい、そうですね、もうみんな写真いっぱい撮ったもんね、はい、撮影会になったそうなんですよ、もうコスプレしてるメンバーが多かったんで、はい、ここに2回生全員コスプレしてましたからね、させられて強制、ね、いや僕は湯浅くんのコスプレが一番いいなと、可愛かった超可愛かった、あれはもうこの世にはもうこれ以上出せない写真になってしまった、湯浅くんの写真の中で写ってなかった、ね、まあ、来年も多分こういう風なコスプレとかなんかそういったことは見れるかもしれないんで、はい、見せます見せますという委員長が言ってるんで、まあ来てもらえればいいかなと、うん、はい、そこも一つの楽しみでもあるんで、はい、お願いします。じゃあ次はじゃあ残り2人どっちか、まあ、トリオどっちにするか、じゃあ先行きますはい、じゃあカドヤンの写真お願いします。これも、はいはい、話出てきたんですけど、うん、つい最近の引山祭りの写真で、うん、やっぱ男の祭りなんで、私たち女子2人、ヨシと2人はもう撮影係だったんで、ヨシはずっとカメラ回しててくれてて、私はずっと写真撮ってたんですけど、もう迫力がすごくて、商店街の中を山が通る時があんな狭いところよう通るなっていう感じでむっちゃ迫力がありました。壊れへんかなと思いながら見てたんですけど、男子もすごい頑張って。自分の生まれ育った町にはそういう祭りっていうのはない？一応だんじりが、あ、だんじりか、大阪ね、はい、うん、あるんですけど、 あんまり私は行ってなかったんですごいなんか見ててもすごい楽しいお祭りでした。あー、よかった、それは町の人もすごい、あのあれね、ちなみに女性も参加できないって今言ったんだけど、あのしゃぎりとかね、あ、そうですね、笛とかはやってましたね。もし興味があればいつでも OK だそうです音楽できないんでやめときますすぐ断る本当に音符読めないんでやめときますそうです、音符とね、チリができないですよ ね、 ちょっとね、チリはほっといてくださいほんまに、はい、そういう子なんですよねじゃあ最後はヨッシーということで、うん、はい、綺麗、これは綺麗、写真も素晴らしい、うん、あのこれは、学校の友達とあの長浜市にある芳香園で、あのお花見をしに行った時の写真なんですけど、まあ、ちょっと歯が生え始めてきたんですけど綺麗でした。ただあのご飯食べてる時は全然見てなかったんですけど、桜を花より団子やからあ、長浜らしい写真だね。そうですね、うん、桜もそうね、このポーズは、うん、あ、これはもう長浜城のあれ長浜城ですか？あれ中、あの城の中まで入った、登った？あ、フレッシャーズキャンプの時に、うんうん、はい、登ったんですけど、うん、この日はちょっと登ってないです。そうなんですよ、フレッシャーズキャンプの時はまだ桜がちょっと咲いてなかったので、うん、はい、見晴らしがでもいいんで、そうなんですよね、うん、あの日本の桜百選、ね、滋賀県だっけ、日本だよね、そうそう、桜百選、はい、選ばれてる。夕日百選って言って、夕日もすごく綺麗ですよ。綺麗ですね。大学からも夕日見えるんで。そうだね。あそこもね、すごい綺麗。あのデートスポットにもおすすめの場所なんで。よかったらということで。よかったらということで、はい。ということでね、はい、このメンバーで放送してきたんですけど、まあ、これからも多分地域でのイベントとかで出る機会が多いと思うので、まあ、この放送を通じてでもそうですけども、まあ、SNS とかも通じて、まあ、僕らの団体というか、まあ、僕ら個人を知ってもらえればいいかなということで、はい、これからもよろしくお願いします。ね、はい、あ、一つリクエストいい？今ほらまだ皆さん、まあ、東も最初そうだったんだけど、はい、まあ、バイオ大生さんっていうような呼び方をされてたんだけど、はい、もう東なんかは最近はちょっと東田くんって名字でみんな覚えて呼ばれてるわけ、ね、みんなにもできたらそういうなんかこうね、人になってほしいなと思うわけそうですね、でもそれはあれですね、僕も一回ですね、真島先生からそれは言われたことだったんで、やっぱその大学の誰々で呼ばれるんじゃなくて、個人の誰々で呼ばれる方がもっと
こう密着できて楽しい活動できるかなと思うんで、すごいな、はい、やっぱ、はい、大人なんだねそうですね、まあ、3年経ったらこういうことになりましたね、ちゃんとちゃんと真島先生のこう影響を受けて、もう先生のおかげですね、はい、先生今日来てないですけどね、また来てくれねちょっと今度あったら言っときます、はい、ということで、はい、あの特集は以上でございます。何か言いたいないことあれば、そうかな、はい、どこにはあ委員長ないですか、言いたいないこと。ああじゃあじゃあじゃあこれから、ヤングナイトもそうですけど、あとは、コーナーいただいているロードトゥー名高祭にも、出演させていただくと思うんですけど、僕らの活動を通じて、まあ、長浜を中心にいろいろと盛り上がっていければいいなと思いますんで、これからも出演する機会とか、街中で会った時でもいいんで声かけていただけると嬉しく思いますよろしくお願いしますはい、ありがとうございました。以上ヤングナイトでした。よかった。いや、しっかりしますよ。しっかりしてるよ。いや、東のあの成長ぶりにもびっくりしたわ僕も当分しっかりやらなくて大丈夫です。いや、まあみんなね、また見てる、はい、さあ、続いてはね、はい、ゴールデンウィークが近づいてるということで、はい、そうそっか、そうだよね、はい、初めて長期の休みだもんな、今回5連休ですもんね。そうだね、そうですよね、はい、ということで、ここからは皆さんも一緒にね、はい、最後まで、はい、2017年ゴールデンウィーク湖北おすすめ情報、勝手にスタコ方一押し情報をピックアップしてお送りしようと思います、はい、一覧表をね、まずざーっと作りました。4月29日今週ね、もう土曜日からずっと始まって、まあ、5月5日の祝日、そして5月7日が日曜日ということで、なんとね、社会人なんかの人では29、30、9連休の人も中にはいると。あのカレンダー通りの人でも5連休がね、5月入ってから入るということで、はい、ドドドッとあのそれぞれのスタコホのメンバーがこうピックアップしましたおすすめ情報をご紹介しようと思います。それじゃあ最初の、じゃあ一番上からいこうかな。まずは長浜ひょうたんボール、これを一押しはどなった、相手を挙げて、はい、あ、ジミちゃんだ、はい、ですね、4月29日の、うん、ゴールデンウィークの第一発目のイベントとしまして、うん、長浜ひょうたんボールというのが始まります、はい、はい、これは、長浜バイオ大学、バイオ大学、そうそう、はい、バイオ大学ドーム、ドームですね、うん、はい、いいですね、うん、長浜バイオ大学ドームで、うん、第67回ということで、長浜は昔からね、あの非常にこうゆかりのあるというか、うん、アメリカンフットボールに非常にゆかりのあるところで、毎年毎年あの中学生の皆さんとか、あと大学生の皆さんが、うん、参加して試合があります、ね、でこの日はですね、うん、なんと中央大学と立命館大学の試合もあるということで、うん、なかなか中央大学の方がこう関西に来るということがなかなかこう珍しいんですけれども、そうだ、ね、はい、今回は、その試合もあるということで、それは14時からですか、ね、はい、2時半から予定ですね、で、もっと前10時ぐらいからもう始まっておりまして、10時から始まるのがですね、長浜市立南中学校と、琵琶湖ジュニアパンサーズ同志社国際中学、うん、京都クラシックベアーズの合同チームが10時から始まります、うん、で11時40分からは長浜市立西中学校と、大阪の高槻中学校、うん、これはあの第15回関西中学選手権も兼ねてるんですけれども、この試合が11時40分から始まります。で先ほど言いましたように14時半からは立命館パンサーズと中央大学ラクーンズですね。そうそう、で17時半からは、フラッグフットボールなんですけれども、うん、社会人のフラッグフットボールのエキシビジン、エキシビジョンゲームが始まるということで、うんね、フラッグフットボールって最近結構流行ってるね、長浜でもほら、はい、あの毎月ね、そうですね、されてるもんね、はい、毎月あの有志の方が、うん、あのされてますけれども、であの入場料が前売りが一般1000円、うん、高校生が500円で、当日が一般が1200円、高校生が600円ということで、うん、前売り配売販売所が、中日新聞長浜市内販売所、うん、もしくはアルプラザ平和暮らしのサービスセンター、もしくは、QB クラブということで、うん、お問い合わせにつきましては滋賀県アメリカンフットボール連盟の、八木さんというところで、
電話番号が 077-537-0232 番までお問い合わせいただきますと、いろいろ詳しいことが伺えると思いますので、よろしくお願いいたします。前売りを買った方がお得ですもんね。そうですね、はい、はい、あのね、さっきほら歴史があるって言いましたけど、アメリカンフットボールでは、はい、あの日本で甲子園ボール、それから、うん、これはの大学の位置を決めるやつね、はい、それからライスボールって言って、これはの社会人の位置を決めるのがお正月にあるんですよ、うんうん、でそれに次日本で3番目に古いアメリカンフットボールのゲームがこの長浜のこのひょうたんボールなんですよ。すごいですね。そうなんですよ。だから67回って ね、すごい歴史があるんです。すごい歴史です、ね。ひょうたんボールっていうのが、あのいかにも長浜。これなんでひょうたんボールか知ってる？ひょうたんが有名だから。あ、そう、すごいすごい。びっくりしてる。すごいよくて、そう、あのロマンホールにひょうたんが。そうそう。あ、よく観察してるわ。これ名前なんだった。もう一回、あ、ちょっとカメラ向かって。松浦。松浦君。はい。ワンポイント獲得。ワンポイント。ポイントなんですよ。そう、秀吉以降のね、はい、あのひょうたんでね。はい。はい、おー、嬉しいね。はい。ジミちゃんはこの日行くんですか。一応取材を事前に申し込んでますので。うん、ね、はい。バッチリいろんな方のお話を伺ったりとか、試合も取ったりとかします。うん、楽しみにしてます。はい、フラッグフットボールの、ね、選手権もあるということで ね、 そうですね。はい、はい、たくさんの方お越しくださいですね。はいはい、さあどんどん参りましょう。続いては山ミュージアム行きましょうか。じゃあめぐちゃんから。はい、はい、もちろんもちろん私です。はい、私からはヤンマーミュージアムのですね、ゴールデンウィーク特別展示のご紹介です。はいはい、これね、今回結構長くて4月29日から5月7日まで、うん、土曜日から日曜日まで約1週間以上行われます。今回この期間中休みなしでミュージアムずっとオープンしております。うん、これが何かというと、うん、多用途四輪車やキャリアやマリーエンジンなどの車が特別展示されます。この今映ってるのが多用途四輪、そうです、これが多用途四輪車なんですけど、うん、これが日本でいうところの軽トラのような車になってまして、農作業やオフロードの走行とか、うん、あと趣味の移動も快適にできる車なんです。でこれ結構日本には全然なくて、海外で結構販売されてるものになるので、うん、今回展示のためにヤンマーアメリカからわざ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 海外から取り寄せてます。すごいね。すごい、そうなんです。はい、相性はブルっていう名前のものなんですけど、ちょっとかっこいいね、かなりね、はい、かなりかっこいいものになります。でこの他にもあとキャリアの車が、うん、キャリアってまして、これ建設現場で活躍している運搬車なんですけど、重さが3トンもあるんですよ。3トン近くあって、すごく大きい迫力のあるものになってまして、今回は最新機種をこちらも福岡の方から取り寄せてます。で普段はないよね、普段行っても見られない、この期間だけなんだね。そうなんです。あとね、マリンエンジンも展示されてまして、これプレジャーボートに搭載されてるエンジンなんですけど、そうヤンマーさんでね、あのボートもね、エンジンとかボートとか有名なんですけど、440馬力でとても力強いものになります。で世界中での活躍が今後期待されてるものになります。そうっていうものの展示があります。いい、ね、これね、この期間だけなんで、かなり乗り物好きにはたまらない、ね、たまらないものになります。乗る試乗はできひんだね。一応触れて乗れて楽しめるなので、いけるんじゃない。はい、そうそう、体験型なんだって、ヤンマーは体験型ミュージアムだよね。はい、ね、うん、そうなんですよ。であとこの期間ね、あのゴールデンウィークの5月3日から5月5日の期間には、うん、一応足湯が、うん、今回勝負になります。あ、いいね。そうなんですよ。勝負って言ったら一応5月5日のね、節句の日にね、うん、入れて厄除けとして入れられるもんなんですけど、うん、こちらが3日間やってまして、これ一応血行促進とか冷え性とかにも、ね、うん、効果があるんで大人の方も結構いいと思います。う、ね、こういったものも行われます。うん、ぜひぜひ。あとこの期間中にね、うん、もしかすると40万人の達成が、うん、40万人って何が40万人ですか。来館者数40万人、延べ数40万人がもしかするとゴールデンウィークに達成するかもしれない。そういったものもイベント的なこともさせていただくかもしれないです。これあれだよね、40万人目にもし当たったらなんかね、いつも記念品みたいな、ね、記念品もらえたりとか、ネックス玉パーンって割ってもらったりとかっていうのがあるので、今日ほら1回生とか2回生の学生さん多いんだけど、ヤンマーミュージアム行ったことある人？ある、あ、女子、よし、ある、はい、あの他、うん、はい、去年の今頃にちょうど、うん、はい、地元の友達で行ったんですけど、どうやった？結構面白い。はい、もうすごく楽しかったです。
ぜひ男子行ってほしいよね。ね、面白い。面白いよ。他にもどんなことができるかっていうとさ、なんだっけ。本当に大人の方とかだと研究開発で使われてる、うん、本当にそこでしか乗れないような機械、画面見てもらって、本物のあのショベルカーの操作体験ができるものもあったり、そうあとプレジャーボートもね、操作体験ボートも画面見て操縦、本物のプレジャーボート操縦できたりとか、ショベルカーもボールすくいのミニショベルを本当に操縦していただけたりとか。なんでそんな詳しいの？働いてる受付にね、受付で働かせていただいてるそうなんですよ。なのですっごく大人も子供も楽しめます、うん、ここは本当ハマるよ。一回行ったらすごい面白くてハマる。入場料もねそんなに高くないもんね。大人の方600円、小中学生300円でお入りいただけます。ぜひぜひ遊べます、ね、一日遊んでもらっても600円、大人の方だったら、うん、はい、ね、おすすめね、はい、でこちらがですね、うん、場所の情報などですね、滋賀県長浜市三和町6-50番となっておりまして、お問い合わせが0749628887、ヤンマーミュージアムまでお願いします。あとインターネットもですね、ヤンマーミュージアムで検索していただくとホームページ出てきますので、うん、ぜひそちらもご確認ください。で、開館時間が10時から18時となっておりまして、最終入館の受付の方が17時までとなっております。で、休館日が月曜日なんですけど、今回はゴールデンウィーク中29日から4月29日から5月の7日までは休みなく開いております、はい、ぜひぜひ皆さんご来館ください。はい、ね、缶バッジなんかも作れちゃうもんね。そう、この期間ね、あの5月は5月限定の缶バッジも今やってるので、あ、やってる、今やってないですね、やることになってるのでぜひ5月の限定缶バッジも作りに来てみてください。お待ちしてます。じゃあ行ったら会えるの？したら行ったらね、いる時といない時があるんですけど、あ、そうですか。3日4日はいます。そういうのがあります。はい、ぜひお待ちしてます。はい、さあ続いてはですね、木の本からの話題ね、参りたいと思います。こちらですね、4月29日から5月7日まで PR 展示、煙突町のプペルができるまで展が開催されます。これはあのこの番組でもね何回かご紹介してるんですけど、6月に煙突町のプペル展 in 長浜というのがね、木の本で開催されるわけなんですが、そのまあちょっとねプレイベントということで、この期間中は木の本町北国街道沿いの木の本交友館で、あのおなじみキングコングの西野さんの絵本、煙突町のプペルができるまでの制作過程をパネルで紹介されます。これがね、29日から5月の7日まで、そしてゴールデンウィーク子どもの日5月5日の午後1時からは塗り絵ワークショップも開催されるんですね。あのブラックライトで光る特別な塗料やクレヨンで、あのおなじみルビッチとかプペルの、ね、塗り絵を楽しみましょうということで、こちらはなんと参加費が無料だそうです。ただし先着30名ということなので、予約はね、あの特にいらないので、ぜひ当日ねお越しください。場所は長浜市木の本町北国街道沿いの木の本交友館です。展示パネル展の方は4月29日から5月の7日、そして子どもの日塗り絵ワークショップは5月5日の午後1時から4時となっています。で、このゴールデンウィーク期間中はこの北国街道木の本塾ではさまざまな他にもイベントが開催されるんですね。最後そちらのチラシご覧ください。木の本街道木の本塾、北国街道木の本塾祭り春の陣として、本当にさ、もうすでにねスタートしてるんですね。この間よさこい祭りなんかもあって、5月5日には門前カフェ妙楽寺さんの、ね、境内でオリジナルの軽食喫茶販売があったりですとか、それから絵本と遊びの広場、あの絵本や木のおもちゃで遊べる子どもコーナーなんていうのも、ね、あるということなので、詳しくはこの木の本塾祭り春の陣で、ね、検索してみてください。さっきあのちょっとねちらっとあの話題に出た SL 北琵琶湖号はゴールデンウィークはなくて5月16日と28日の運行だそうです。あとゴールデンウィーク中には5月4日の祝日にはあの秋葉祭りね、秋葉祭も、はい、行われます。そうです、ね、ものすごい大きい、あ大きくはないね、重たいので、ね、めっちゃ重たいんです、はい、でもねかなり面白いです、あのね担ぐ姿ね、はい、あんなのもあったりします。それからねもう一つ、あの賤ヶ岳がね あるんですけれども、こちら5月は毎日、4月の土日祝日は午前10時と午後2時にはあの山頂ガイドさんが、地元のガイドさんが常駐してくれて、いろんな賤ヶ岳の河川とか周辺スポットを案内してくれるそうなんです。
場所は静ヶ岳の山頂ということだそうなのね。またあのリフトがあるよね。ね、あれで乗っていくとすごくあの素晴らしい景色が眺められて、ガイドさんもねいるのでぜひ上がってみてください。以上、煙突町のプペルができるまで、そして塗り絵ワークショップのご案内でした。さあ続いても、私からですね。続いてあれどこ行った？あれちょっと待って。おお、よいしょ、あったあったあった。続いてこちらです。じゃん。5月3日と4日の2日間、長浜市木之本町半野浦の藤ヶ崎で里山で遊ぶ学ぶ作るというイベントが開催されます。これを主催されているのはいかぐ山友会さんなんですけれども、まあ、この静ヶ岳のふもと琵琶湖に面した半野浦の藤ヶ崎で子どもも大人も楽しく過ごしながら自然環境を学ぶことができるようにということで4年前からいろんな活動をされているんですね。で今年もこの新緑が美しいゴールデンウィークにこのイベントを開催します。どんな内容かと言いますとこちらです。春の里山で、ね、例えばこう木を観察したり獣の足跡や骨を探しながらのハイキング、それから竹や木を使ったクラフト作り、それから木登りだとかあの外来魚釣りね、琵琶湖が近いね。それから火起こしとか炭焼き体験、あとはね、食べ物では燻製作りとか、それから昼ご飯もあのみんなで例えば山菜をね、ちょっと取って天ぷらにしたりとか、あの水産飯盒、飯盒水産化したりなどね、もう春の里山を目いっぱい感じられるプログラムがいっぱい。一日楽しめる機会ですね。あの当日集まった皆さんのリクエストに応じて午後のプログラムを決めるっていうこともあるらしいんですよ。はい、すごい楽しみですね。はい、もう一回日時をねお知らせしましょう。日時は5月3日と5月4日、朝の9時集合、解散がだいたい4時頃です、集合場所なんですけれども木之本町半野浦の藤ヶ崎、あの国道8号線半野浦の信号をまっすぐではなくて湖岸の方へねぐるっとちょっと半島になってるんですが、そちらの方へ行って1キロ、旧ホテル藤ヶ崎ね、ホテルだっけね、はい、というのがあるのでそこの門のところに駐車場があります。参加費は高校生以上が1人1000円、中学生以下は500円、幼児は無料です。必ずあの山に合った服装で、手袋タオル、そして飲み水ね、ちょっとあの、はい、水場がないので飲み水必ずご持参ください。その他にね、例えば小刀とか自分でこう使いたいというものの持参も大歓迎だそうです。詳しくはいかぐ山友会さん、電話0749823605番までお願いいたします。ということでこれめっちゃ面白いと思う。ねえ、楽しそうですね。うん、私も行ってみたいな、どっちか、ね、私も興味ありますね、それ。はい、ということでした。さあそして続いてまだいきますね、はい、今度はあマーケットの情報いきましょうか。これはじゃあめぐちゃんお願いしていいですか。あ、私ですか。はい、ハートトレインマーケットね、はい、はい、いきましょう。はい、お願いします。はい、ではですね、5月4日にですね、長浜八幡宮さんの方でハートトレインマーケットあと八幡さんが行われます、うん、こちら1時から19時7時までとなってまして、内容がねすごく面白そうで、これも冒険遊び場だったりとか、うん、ヒーリングもありますし、もちろんライブ、あとフリーマーケット、ワークショップ、あと食べ物やドリンクの販売などもありますので、うん、かなり盛りだくさんの内容となってます。はい、ね、ね、あの単にマーケットだけじゃなくて冒険遊び場とかあるっていうのが楽しいよね。そうですよね、大人も、うん、ね、普通にフリーマーケットだけだとね大人の方が結構多いかもしれないですけど、ね、遊び場があるとやっぱりお子さんも一緒に楽しめるので、うん、去年実はあのスタコホーこれ出店したんですよ、ね、あ、しましたね。そうそうそう、今年はちょっとパスしちゃったんだけどね、うん、今度は客で行こうかなとね思ってます、はい、あのねマーケットってもいろんな雑貨クラフト、本当にもうあのプロ並みの作家さんが来るし、うん、それからいろんなあの美味しいものもずらり並ぶんで、ね、はい、出店者さん見てたら結構すごい人多かったですし、うん、美味しそうなもの多かったですよね。これ詳しくは Facebook でね、はい、あのイベントページで検索していただくといいかなと思いますね、はい、ハートトレインマーケット、はい、アット八幡さん、アット八幡さん、長浜八幡宮ですね、はい、はい、ということでお越しください、はい、さあそして、これだけじゃないライブもねいっぱいあるということで、最後はね川崎ライブイン川崎の情報3つあのまとめてご紹介しましょう。じゃあお願いします。はい、はい、ではまず4月28日金曜日はですね、津軽三味線プラス歌ということでプレミアムフライデーナイトが行われます。
こちらよくあのスタジオ広告でもおなじみの塚田涼子さんと、あと津軽三味線の山影勝さんのライブとなっております。チケットが1500円、オープンが18時半、スタートが19時となっております。そしてですね、その2日後、4月30日日曜日はですね、ホープさんのライブが行われます。平和をみんなの力と演奏者でということで、ホープさんのライブが行われます、はい、こちらチケット500円、オープンが7時、スタートが7時半となっております。そしてもう一個あります、うんうん、5月3日ゴールデンウィーク真っ最中ですね、5月3日はですね、マッコさんとマミさんのみんなの心にまっすぐ届く音楽をというものがありまして、この日はなんと藤子カフェもオープンしてます。こちらチケット1000円、オープンが18時半、スタートが19時で、藤子カフェの方がですね、藤子さんいつもやっておられる美味しいカフェの方が12時から22時までとなってます。この日はライブ終了後に雑貨販売もあるそうなので、皆さん雑貨販売の方もよろしければ購入してみてください。お問い合わせはですね、清水メガネ店さん 0749-62-4543、川崎あの公式ホームページもあるみたいなので、またそちらの方も一度チェックしてみてください。はい、お待ちしてます。他にもね、いろんなイベントあると思うので、またお好きなのね、はい、お出かけください。はい、皆さんもゴールデンウィークのなんか予定は決まったんですか？いやちょっと決まってないんで楽しみですね。うん、どれか選んでてこの機会にコークをぐらっぐるっと回る、ね、ミュージアム待ってるよ待ってるよ3日か4日ですよね。3日か4日です、30日か3日か4日待ってるよ。さて岩くん、なんかチャットさっきのあのオープニングの話題のちょっと鯉のぼりの、はい、なんかいただいてちょっと読んでもやってもいいですか？あ、読み方の、はい、数え方が1流、うん、2流っていう風に、うん、龍って数える、ね、これいただいたのどなたからですか？トシナさんですね。そうなんです、ありがとうございます。ということで、じゃん、読めない難しい感じが、ゆみちゃんが、ね、書いてくれました。鯉のぼりの数え方はなんとこの龍だそうでございます。こんな感じ見たことないね。見たことないかな頑張ってかけてひらがなですね。ひらがなでも書けない。ほんとね、日本語って面白いね。ねえ、だそうです。よかった解決しましたね。解決しました、ありがとうございます。さあ、その気になるね、今週末のじゃあお天気参りましょうか。忘れてた。はい、じゃん、じゃじゃん、うん、ゴールデンウィークにした方が良かったかな、うん、今週末のお天気、4月29日土曜日曇りのち晴れ、4月30日晴れのち曇りです。最低気温がね、どちらも9度、最高気温が18度から22度ぐらいまで上がります。降水確率が 30% ぐらいなので、それほど降ることはないかなと思います。で、今日と明日はね、今日も降ってましたし、明日も雨だみたいなんですけどね、週末は大丈夫そうです。はい、まだ日中は暖かいですけどね、なんか夜は寒いですね、まだ。うーん、寒い。もう今もちょっと寒いもん、私。そうですね、僕も寒く感じますね。寒い、はい。さあ、予告ですけれども、来週5月3日ゴールデンウィーク真っ最中なので、スタッフ候補もお休みをいただきますということで、ゴールデンウィーク明けの5月10日こちらでございます。じゃじゃじゃん、はい、長浜市木本町の古橋、あのもみじで有名なね、計測寺のちょっと近くになるんですけれども、そこの茶畑、古橋の茶畑リボーン、リボーン、はい、リボーン、リボーン、リボーン、再生、生まれ変わる、こんな話題を現地からね、生放送でお送りしようと思いますので、これジミちゃんが書いてくれたんだけどさ、あ、お茶結構わかるんだけど、ここのこの、そう、私もそれ今気になってます。カーカーって何？え、カラスですよ。あ、やっぱそういうことなんやっていう。いや、カラスの絵を描こうかなと思ったら、ちょっとそれはできなかった。難しかったって。はいはい、そうです。あの、絵の上手い人も求む。求む。本当にお願いします。はい。これお茶に見えました。これ私明太子に見えるかな、うん、全然お茶では見えない。キュウリじゃないですか。キュウリね。はい、あ、なんかアメーバっぽい。もう何度も言ってますよ。さあ、ということでね、あの、お送りしてまいりましたヤングナイトボリューム9、はい、ということで、はい、いよいよ面白かったよ、なんか。あ、ありがとうございます、はあね、まあ、また今後も、はい、いろんな話題を、ね、とか、みんなもまたあの街の中に、ね、いっぱい入っていって、
はい、町の人とも、ね、また仲良くしていただけたらななんて思います。なんか言いたいないことは、はい、言いたいないこと、いや、まあ、あの後輩もあの出てきたんですけど、まあ、僕らのメンバーもまだまだ、うん、あの、はい、秋になれば多分戻ってくると思うのでまた戻ってきたら、はい、僕らでも放送したいなと思ってます。はい、お待ちしております。ということで、じゃあ今日はこの辺でかな、はい、最後なんかみんなであの声出して終わる。あ、そうですね、うん、あのお決まりのポーズがあるんですけど、いつも知らない長浜バイオーってあの終わるんですけど、はい、それでいいですか、締めは。全然打ち合わせしなかったんですけど、いいよ、はい、じゃあ行きますよ。じゃあ僕は長浜ってたらバイオーでお願いします。行きます、長浜バイオー、おやすみなさーい。